ちょっと、あなた。ここにいては危険だわ。すぐに降りましょう。山内さんも、言いたいことは下で聞かせて。さあ、行きましょう。
おお、あなたは数日前にも来られましたね。もしかして笠原弥生さんをお探しですか？そうです。彼女に町を出る方法が見つかったことを伝えに来ました。ああ、そうですか。ちょうど入れ違いですね。弥生さんはあなたのことをついさっきまで待っていらっしゃいましたが、伝言を残して先に出られました。これがあなたへの伝言です。どうしてもあなたに伝えたいことがあるそうです。笠原弥生からの伝言か。彼女がどうしても私に伝えたいことといえば、私に伝えたいことってなんだろう。なんと、空港に救助のヘリコプターが集まっていて、空港にたどり着ければ町から出られるそうです。ガーベラ大橋の手前のサービスエリアまで行ければ、そこからトラックで空港まで連れて行ってくれるんですよ。ただ空港行きのトラックには定員があるからチケットが必要です。どうしたら手に入るのか尋ねて回っていたら、親切な方々が声をかけてくださり、紫陽花交差点の南側にある宝石店まで受け取りに来たらチケットを2枚くれると言われました。先に行ってあなたの分ももらってきます。楽しみにしてそこで待っててくださいね。笠原弥生より。紫陽花交差点の南にある宝石店。暴れるんじゃねえよ。いや、おとなしくしな。誰か、誰か。叫んだって誰も来ねえよ。
彼女の姿を見て私は。なぜ彼女がこんな目に遭わなきゃならないの？私は。はい、それではここで川崎県内の復興に関する話題です。翡翠市のあじさい交差点にあるイタリアンレストランがにぎわいを取り戻しているとのことです。このレストランは地震発生当日に周辺の液状化現象と消火活動で水浸しになってしまったそうです。一時は膝くらいまで浸水していたとのことです。その後この店のオーナーシェフさんはスタッフを懸命に説得し、水浸しになったお店をきれいにし、衛生上問題ないレベルに回復させたそうです。この短期間ですごいですね。町の復興のシンボルのようなお店になるといいですね。ここで入ったニュースです。先ほど翡翠市の朝顔交差点でビルの倒壊がありました。この倒壊に巻き込まれ、市内にある翡翠学院高校の教師、比嘉夏美さんが亡くなられました。
警察によりますと、伊賀さんは同高校の生徒がこのビルに侵入したのを連れ戻すために中に入り、倒壊に巻き込まれたということです。このビルは地震発生初日から徐々に崩落しており、付近の住民の間では近寄らないよう注意し合っていたということです。また警察では現場で目撃された若い男性が事情を知っているものとみて行方を追っています。まだ余震が続いています。倒壊の恐れのある建物には十分注意してください。あの、すみません。この写真の人見かけませんでしたか？あれなんです。この人は確か。ご存知ですか？お姉さんは亡くなりました。え、なんて。私の言葉を聞いて、彼は激しく動揺しているようだった。私はもう一度彼の姉、比嘉夏美が亡くなったこと、それが朝顔交差点付近であったことを伝えた。姉さんが。
方で為替圏の地震が起きてから6日目でした。今日のニュースで、来てくれたのね。いろんな噂が飛び交っているから別の場所に行っているかもって心配してたけど、どうもどうも。あなた一人でこの町に来たのかと思っていたけど、連れがいたのね。友達？かわいい感じの人ね。彼女は私の友達なの。そうなんだ。あなたこそ一人なの？私も智也と一緒に空港に行くつもりでいたんだけど、空港に向かって出発する直前に智也が先に行っておいてくれって言い出したの。なんでも急用ができたとかで。あ、そうだ！あいつがいるのよ、空港行きのトラックの中に。あいつは風間さんに暴力を振るったやつだわ。あの男、智也に暴力を振るったり彼につきまとっていたけど、こんなところまで追いかけてくるなんて。智也がたまたま一緒に来なかったからよかったものの、もし彼がここにいたら大変なことになっていたわ。私は何も気づいていないふりしてトラックに乗るつもり。あいつの動向をチェックして智也に知らせるわ。あなたも意識しているそぶりを見せないでね。聞いたんですけど、少しずつですけど道が通れるようになったり、援助物資が届いていたりするそうで、まだまだ被災地の方は大変なんだと思いますが、復興が進み始めてよかったと思います。ここでメールを紹介します。ラジオネームブルモーニングさん。僕は先日あやさんのチャリティーライブに参加してきました。お、ありがとうございます。テレビやネットで地震のニュースを見て、いても立ってもいられない気持ちになっていましたが、仕事を投げ出していくわけにもいきませんでした。あやさんがチャリティーライブをするということで、僕も義援金という形で被災者の人たちの力になれればと思いました。会場に置いてあった義援金募金箱にも募金しましたよ。本当にありがとうございます。ライブにはたくさんの人に来ていただいて本当に嬉しかったです。本当に急遽行うことにしたライブだったんです。被災地の方を応援してるよっていうのをできるだけ早く伝えたくて。急に決まったライブだったのに、来てくださったお客さん、手伝っていただいたスタッフの皆さん、ありがとうございました。またやりたいですね。社長にお願いしておきます。それではライブでも歌いましたこの曲を聴いてください。夕立。空港行きのトラックはここですよ。チケットを見せてください。トイレに行くなら今のうちに行ってきてください。もう乗りますか？今のうちにトイレに行ってきます。
わかりました。済んだら戻ってきてください。ここでご紹介します。ラジオネーム。チケットを見せてくだ。トイレに行くな。今のうちに。空港行きのトラックはここですよ。トイレに。はい、今すぐ乗ります。じゃあ乗り込んで待っててください。すぐに出発になります。準備 OK だ。わかったよ。途中だと思うんだが。どうして止まったんだ。10分間のトイレ休憩ですよ。トイレ休憩だって。こんな橋の真ん中でかよ。嫌なら出なくてもいいです。とにかくしばらく休憩ということです。こんなところにトイレはないわよ。まさか外でやれってこと。私はいいわ。空気を吸いたいから出ます。そうだな、そうしよう。とにかく休憩はいいから早く出発してほしいな。
空港に着いたぞ。やっと脱出できる。やっと着いたわね。あれ、空港のターミナルへ行く道へ降りなかったぞ。直進してるよ。そりゃ救助用なんだから直接滑走路に入るんだろう。それにしても直接滑走路へ行くのはおかしいわよ。そんなこと言ったって普通の搭乗手続きなんてめんどくさいもの受けたくないよ。そりゃそうだ。さあ着いたよ。降りてください。分かってるよ。今行くよ。みんな聞いての通り降りろってさ。いよいよ脱出だな。やっと脱出できるわ。みんなのためにここに船を用意した。これで脱出するんだ。え、ヘリコプターや飛行機じゃないのか。わざわざ空港まで来て船かよ。俺はヘリコプターに乗ってみたいんだ。え、なんだ。つべこべ言わずにさっさと乗るんだ。15名しか確保できなかった。予定より少ないですね。減点させてもらいますよ。トモヤ。おい、なんで縛られなきゃならないんだよ。あんたたちは俺たちを空港に連れて行ってくれるんじゃないのかよ。まだわかりませんか。あなた方は私どもの商品です。おとなしく売り飛ばされてください。今なら行方不明で処理されることでしょう。なんだって。どういうことだよ。よその国にはお前たちの体を高く買ってくれる客がたくさんいるんだよ。なんだよそれ。やめてくれよ。トモヤ、私よ、カナエよ。何かの間違いだよね。ああ、君か。君はいろいろ私の役に立ってくれた。だから助けてやろうか。とも思ったが、なんせ確保できた人数が少ない。君も皆さんと一緒に行ってください。嫌な奴も混ざっているようですが、この際お前も一緒に売れてしまえ。おい、話してくれよ。ただいま。ずいぶん少ないね。乗り心地がいい船とは言えないけども、まあ皆さん我慢してくださいな。もうすぐ楽にしてやるからな。ではごきげんよう。
Thank you.